カロリナ・スプレムは、クロアチア・バラジュディン出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーで、シングルス・ダブルスとも優勝はないが、シングルスで準優勝が3度ある。自己最高ランキングは、シングルス17位、ダブルス181位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。身長174センチメートル、体重61キログラム。 スプレムは9歳でテニスを始め、2001年に17歳でプロに転校した。2003年5月のストラスブール国際で予選から勝ち上がり決勝に進出し、シルビア・ファリナ・エリアに36、64、46で敗れて準優勝となった。続くウィーン大会でも予選から勝ち上がって決勝に進出し、パオラ・スワレスに67、62、 46で破れ2大会連続で準優勝している。4大大会は2003年ウィンブルドン選手権で初出場。1回戦でイベタ・ベネソバを6から2、7から6で破り、初戦を突破し2回戦で森上明子に36、36で破れている。スプレムは2004年ウィンブルドン選手権2回戦で、第3シードのビーナス・ウィリアムズを76、76で破る主君を挙げた。 3回戦で、第22シードのメガン・ショーネシー、4回戦で、第21シードのマグダレナ・マレーバを破り、ノーシードからベスト8に進出した。準々決勝では、リンゼイ・ダベンポートに26、26で破れた。アテネ五輪にも出場し、シングルスは3回戦で、杉山愛に67、16、エレナ・コスタニッチと組んだダブルスも2回戦で、杉山愛 朝越忍組に36、57で敗れている。スプレムは2001年から2006年までの6年連続でフェドカップにクロアチア代表として出場した。2007年5月の BNL イタリア国際のシングルス2回戦でカテリーナ・ボンダレンコに敗れた試合を最後に右ひいの手術を受け10ヶ月間ツアーから離れた。2008年3月から復帰したが、 好成績を上げることが少なくなり4大大会でも2回戦を超えられず、シングルスダブルスとも WTA ツアーのタイトルを獲得することはできなかった。スプレムは2011年4月のエストリルオープン予選1回戦で、ヘザー・ワードソンとの試合を途中棄権した試合が最後の出場となった。2012年7月にキプロスのテニス選手、マルコス・バグダティスと結婚した。 10月に第一子の長女を出産した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。